箱、ミネサユリ学園小学校は、神奈川県足柄下郡箱根町合羅にある私立、小学校、カトリックのミッションスクールである。箱霊とは、かつての箱根の別名で、今ではほとんど使用されることはないが、箱根駅伝の中継ポイントとされている、箱霊道門などにその名残が見られる。太平洋戦争末期、東京球団の白百合高等女学校及び、 付属諸島家は戦火を避けるために、神奈川県箱根町合羅に疎開して、教育活動を続けていたが、その戦時疎開学園が、戦後の学生改革により、本校から独立して、新生の学校となったものである。このような歴史的経緯のために、白百合学園小学校をはじめとする各地の、白百合学園とは、シャルトル聖パウロ修道女会を母体とすることでは、共通であり、 各校は精神的にも教育実践上においても関係が極めて強い。校訓として従順、勤勉、愛徳の精神を掲げている。箱根町郷らのキャンパス内は小学校のみならず幼稚園、中学校、高等学校も互いに近接する存在なので、本節ではそれらについても若干触れている。1944年に入ると太平洋戦争は 緊迫さを増し、本土への空襲も必死と考えられるようになった。東京球団の学校でも児童、生徒やスールたちの疎開を考える必要に迫られた。幸い、神奈川県が横浜の新小安にあった白百合学園の土地の購入を希望していたためその売却で資金ができ、在校生の保護者の口添えで箱根号らにあった。 九団尺別荘と支援者の土地約三百坪を購入した。当時シャルトル・セイパウロ修道、除海日本館区長であったメール・アンジュマリア他の外国人スールたちがその年3月にゴー羅に疎開し、購入した別荘や住居を利用して、急増の修道院と教室、生徒たちの寄宿舎が開かれた。この急増の戦時疎開施設は当局の指導により、 1944年5月1日に、白百合高等女学校付属書等科分、教場として認可された。そして5月1日から、児童、生徒の疎開が開始された。校羅の疎開児童は、約20名、総勢50名ほどであったが、収容しきれない児童は、山梨県甲府市の英和女子学院の寄宿舎などに、分散して疎開した。別荘での寄宿生活が始まるが、 食料を不足は深刻であり、燃料の焚き木も生徒が山から背負ってくるような状況で、ひもじさを抱える生徒たちの食事の心配などで、スールたちの苦労も並大抵ではなかった。1945年、東京空襲により球団の本校の校舎が全焼。強羅に疎開していた児童、生徒、スールたちは、現地で8月15日の終戦を迎えた。 遠距離通学者が多く、片道2時間以上の児童も多い。東京都や静岡県から通学する児童もいる。寄宿者もあるが、大半の児童は自宅からの通学である。スールとは、修道場を意味するフランス語で、英語のシスターに相当。白百合学園はその羊からか学園内では、フランス語系の言葉が使われる例が多い。ありがとうございます。